足が遅かったら自転車乗ればいいわけじゃないですか。っていうふうに割り切るとすごく気持ちが楽になると思います。それはハンデだっていうふうに思わず、持って生まれた、まあ、特徴だぐらいに思って、そういった問題に関して考えるときに、結論は体力ないと気力もないですねっていう。だからどうやらそうらしいです。なるほど。だからね、で、じゃあみんな鍛えようとするんだけど、まあ、鍛えても、その、もともと持って生まれた体のベースは変わらないんですよ。だから一生懸命頑張ったところで改善はしないというか、よくうちのマネージャーの話をするんですけど、うちのマネージャーにキックボクシングで世界一になった人がいるんですよ。でも、彼は体弱いんですよ。だからコロナとかかかると普通に高熱出すし、ワクチンの副反応とかもちゃんと出るし、ソバアレルギーだし、いつもなんかペットボトルの水とか飲まずに家から持ってきた、なんか、水筒のなんかお茶みたいなんですけど、でも世界チャンピオンで、でなんでそうなったかっていうと、体弱いから空手を習い始めて、で強くなったんだけど、強くなったのはその格闘技が強くなっただけで、体は強くならない。だからいくら格闘技強くても体は強くならないんですよ。だからもうそれは諦めるしかなくて、そういう鬱とかなんか気持ちの上げ下げが激しい人って宗教にハマったりとか、なんか変な占い師に騙されたりとか結構するんですよ。あ、なんか健康食品に騙されたりとかいろいろするんだけど、自分落ち込んだ時にそうなるよ。でもね、今生きてるじゃない、生きてるからなんか体力が下がっていくわけじゃない、でも回復してるから生きてるわけじゃない、だから生きてるってことは絶対回復してるんですよ。でこれがやっぱ体弱い人ってこの波がすごい激しいよね。僕みたいに体強いとあんまこうなんないんです。体強いともうこんなんないんです。なかなかいつもなんかいい感じなんです。なんか片頭痛とかもないし、ここ2年間熱も出てないし、非常に快適なんですよ。でもこうなると絶対回復する。でみんな何かにすがりたい時に、落ちてる時で、落ちてる時に例えば数珠をつけたら回復した、数珠のおかげだとか、占い師に相談したらなんか解決した、あの体良くなった、で病院で薬もらっても良くなっちゃうんですよ。薬ってすごい効くなとか思うんだけど、あれはやっぱり弱ってる時回復するしかないんですよ。だから必ず回復するんです、生きてるってことで。なのでそれを頭の中に入れておくといいかな。いつかは絶対回復するから、それは自己免疫力で回復してるんですよ大体。だからあんまりそういうの信じないし、なんか占い師とか術とか健康食品とかでなんか回復した気になるんだけど、そんなことはないんですよ。で体が弱いからその波はすごく多いんですよ。でもそういう自分と折り合いをつけるしかない。偏頭痛とかないですか？最近偏頭痛はいい薬が出たんです。偏頭痛を治療する新しい作用基準で治療する薬ができたんで、それを使ってみるといいかもしれない。体弱い人ってそのケミカルに頼りたくないみたいな思いがすごいあって、だけど最近の薬って昔の薬と違うんです。例えばバファリンみたいな、アセトアミノフェンっていうのが主成分なんですけど、脳のその痛覚を感じる高速道路みたいなラインがあって、それを遮断する。だからめっちゃ効くんですよ。だんだん効かなくなるんだけど、でも痛みの幹線道路を遮断するみたいなすごい薬なんですよ。でももう最近そういうすごい薬ってもう大体見つけ尽くされてるんです。そうじゃない薬ってなかなか出てこなかったんだけど、最近はそう人間の DNA 全部解析されて、それによって創薬の仕方が変わってきていて、人間はエゼッターってなんかボタンみたいな、ボタンを押すと何か起こるボタンがあるんです。でも知られてないボタンがいっぱいあったことが分かったんです。でそこに何かがパツってはまると活性化するんです。何か。それレセプターって言うんですよ。日本語で言うと受容体って言うんですけど、いっぱい見つかったんです。で知られてるのもいっぱいあったんだけど、知られてないのもいっぱいあって、それをシミュレーションするのってスパコンとかで無理だったんですよ。だけど最近人工知能でそのシミュレーションが簡単にできるようになって、すごい薬とかがどんどん発明されるようになったんで、なんで最近の薬ってすげえよく効くし、すごい副作用とか少ないし、すごいんで、そういうのはちょっと継続的にウォッチしておくと得しますよ、はいはい、僕実はだから僕の友人が同じような、もうほぼ同じみたいな人がいたんですよ、はい、体弱いし偏頭痛すごいし、でイラスト描くのが好きみたいな女子だったんですけど、彼女はやっぱりちょっと年が僕の本当何個か下なんで、昔の解決方法しかなくて、残念ながら亡くなってしまったんだけど、薬で解決できるのも薬で解決した方がいいし、そこは科学的に自分の体に対処しなきゃいけないし、やっぱ偏頭痛とかはない方がいいし、体調は悪くならないようにあまり無理をしないことが必要だし、自分の体は弱いんで
て人よりも活動できないっていうのを割り切って、しょうがねえと、人の半分の時間しか活動できないけどしょうがないなって思ってください。人より足が遅いみたいな話なんで、足が遅かったら自転車乗ればいいわけじゃないですかっていうふうに割り切ると、すごく気持ちが楽になると思います。それはハンデだっていうふうに思わず、思って生まれた、特徴だぐらいに思って、そういうふうにしてほしいのと、その子はイラストのレベルとか最初はすごい低かったんだけど、それこそマッキントッシュ買ってイラストレートとかフォトショップとか使えるようになって、で仕事をとにかくこなすことによってスキルがどんどん上がっていって、最後は自分でそのアニメのプロデュースとかするようになってました。継続していけばなんかそういうチャンスっていうのも出てくるのかなっていうふうに思いますので、だからあなたの場合は無理をしないことですね。気力っていうのは体力から生まれてくるものなので、体調をとにかくいい状態に保てるように環境づくりをするっていうことが、だからなんかもう変になんかストレスかかるようなこともしない方がいい。そういうところでは無理をせず、マイペースで自分の創作活動ができるような方がいいんじゃないですか。もう体と心の問題っていうのはものすごくリンクしてると僕は思うんで、だから僕はだから自分分かんなかったんですよ。自分体力あったから全然そういう問題に遭遇したことがなくて、偏頭痛にもなったこと一回もないんですよ。本当分かりにくいじゃないですか。偏頭痛って見た目全く分かんないから、嘘だろって思ってました。そんななんか頭でハンマーをつけてもコンコンコンって殴られたような痛みと、嘘でしょって思ってたんで、一回もそんなことになったことないから、でもいるんですよね。ということで、頑張ってください。昨日ね、小学校でいじめられた人の話を聞いて、その人は小学校でいじめられたことがものすごいトラウマです。だけどその後、芸能人が手のひら返しをされたんですよ。小学校で結構分厚いメガネを着てたらしくて、メガネってめちゃくちゃバカにされてするじゃない、小学生、しますよね。バカにしてる方は別に大してバカにしてないんですよ、単純に話題として別に大人になったらそんなに大してダメージないってことでしょ、だけどその後芸能人でコンタクトレンズにして、そしたら実は美人だったから手のひら返しをされて、お前結構可愛いじゃん感じでこうチヤホヤされだして、何なんだこの手のひら返しはと思って人間不信になっちゃったんです、彼女。だけど俺なんかは例えば会社起業した頃ってもうパソコンオタクって、でもスティーブ・ジョブズがマックを作ったから、それを信じて僕はこの世界に入ったんです。絶対モテるってやって、でやっぱ5年ぐらいで変わったわけです。会社上場して周りが手のひら返してモテるようになるわけです。それまで大してモテなかった、でも超嬉しかったこれだこいつらいい手のひら返しだないい手のひら返ししてくれるね君たちだからそれって性格の違いかな、同じことが起きてんだけど、受け取り方が違う、全く同じことが起きてんだけど、僕はもうスーパーポジティブなんで、昔なんか PC オタクみたいな感じでバカにされてたこととかも綺麗さっぱり忘れて今楽しいこれはどうやら、そういう議論を従う人、僕みたいに従わない人の大きな差って体力だなっていうのが去年僕がたどり着いた結論。体が丈夫だとポジティブで、体弱いとネガティブ。これね、勝間和代さんと去年対談した時に思いつきました。その時に気づいたんです。勝間さん体弱いからこんないろんなことに細かいんだ。だから何かが起こるじゃないですか、何か体調が悪くなるじゃないですか、で体調が悪くなった時にグルテンフリーとかジュースクレンジングとかノーカフェインとかいろいろやるわけです。でも体って本当バイオリズムで、体の健康状態が悪くなると良くなるしかないんですよ。大抵は良くなるじゃないですか、ほとんどの人は病気になったら良くなるでしょ。あ、そうですね。だから病気になった時に何かをやると絶対効くんですよ、だって最低の状態だから良くなるしかないんです、だそこでジュースクレンジングをやるか、グルテンフリーをやるか、カフェインフリーをやるか、何でもいいんだけど、数珠をつけるか、何かやったら必ず良くなるんです、でそれを信じるんです、でそういう人って良くなるたんびにいろんなものにハマってくる、僕はそういうのないから何にもハマんないんです。強いことは性格にすごく影響を与えるなっていう、同じことが起こってるのにネガティブな人はそこで、体が悪い人はネガティブになることが多いなと思いました、それはこの間産業医とその話をして、お医者さんがいっぱい集まってて、診察に来た人でそういう傾向がある人はすごいやっぱ注意する、入院してる時もそういう傾向がある人って点滴の時間が5分遅れただけで、めちゃくちゃ質問攻めにあって、なんで点滴の時間が5分遅れた、僕はそういうの気にしないんで、
その体が強い分、あんまりネガティブになるので、楽観主義的というか、そういうところがいろいろなものを作っているんだと思います。